クリックありがとうございます。竹下です。皆さん、第10本目の10回目か10回目の動画になります。ありがとうございます。皆様のおかげで10本目まで来れました。ありがとうございます。いやー、あっという間でした。なんか楽しかったです。皆さんのね、反応もいただいてますし、なんかね、楽しく10本目迎えられました。今日は記念すべき10回目の動画になります。なのでちょっと大きなテーマにしてみました。人生についてです。人生の幸福と後悔ね、幸福と後悔、この2つについて皆さんと考えていきたいなと思います。遅くなりましたが、私のプロフィールこちらに出しておきますので、興味がある方はぜひ動画を止めてご覧ください。さあ皆さん、人生の最後考えたことありますか？自分の最後を迎えるときに何を後悔するかなとか、どんなことしてたら幸福かなって考えたことありますか？なかなかね、普段忙しいと考える暇ないと思うんですけども、自分の最後なかなかイメージしづらいですよね。そんな時には実際後悔している方々の話を聞いちゃいましょうっていうのが今回の趣旨です。考えてもその立場にならないとわからないことってあるんですよね。で、実際その立場の方々に後悔したことは何ですか、アンケート取ったのが実際あるんですよ。これを一緒に見ていこうと思います。今回参考にした資料あるんですけども、その前にこっちの方ご存知ですか？リベラルアーツ大学の両学長、これこの方 YouTuber なんですけども、この方は社長さんで、もう働かなくても十分なお金があるし幸せだ、だからあとはみんながお金持ちになって幸せになってねっていうことで、動画本当にね、すごい情報を毎日毎日発信してくださってます。もう大好きで2年ぐらいですかね、毎日見てます。両学長の動画を参考にして進めていきますね。私の概要欄に両学長の YouTube URL 貼っておきますので、皆さんもよかったらご覧ください。人生絶対変わります。ぜひ見てみてください。で、この両学長の動画で最近上がった動画、不幸な年の取り方をしないお金の基本っていう動画がありました。この中で紹介されているアンケート、とっても面白かったので皆さんにお伝えしたい内容です。どのアンケートかというと、人生に関わっていきます。人生の先輩方、お年を召された方々に人生の後悔は何ですかと聞いてまとめたアンケートが紹介されています。聞きたくないですか？で、あなたにとって幸福と関わったもの、幸福との関わりが強かったものは何ですかっていうアンケートもまとまってます。面白いアンケートですよね。このアンケートは、ビジネス誌プレシデントの中で紹介されたアンケートみたいなんですけども、今回はそのアンケートの美味しいとこだけもらっちゃいましょう。さあ、両学長の紹介は以上になります。今回ね、2本立てです。人生の幸福後悔、これを一緒に見ていきましょう。まずは幸福から見ていきましょうか。あなたにとって幸福との関わり、これが強かったのは何ですかっていうことで、7つある中で複数回答かということで、ね、選んでくださいっていうことでなってます。1つ生きがい、1つ自由な時間、1つ家計お金ですね、で家族友人健康、そして仕事です。この中で幸福に一番関わったものは何でしょうか、複数回答かということでアンケートありました。さあ、ベスト2、皆さん予想してみてください。何だと思います？幸福に関わったもの、この答えがなんと健康とお金だそうです。どうでした？当たりました？これはとってもとってもありがたい答えですよね。仕事じゃないのとかね、あ、友達じゃないのとかね、家族じゃないのとかね。ちなみに仕事とか友人、これベスト2じゃなかったんですけど、ベスト2の健康とお金、これは7割超えだそうです。7割以上の方々が幸福にはこの2つが関わってた、大事だったって答えてます。で、友人と仕事なんですけど、お仕事毎日頑張ってる方々、ね、お友達とね、楽しんで友達付き合い頑張ってらっしゃる方々いらっしゃると思います。この2つを選んだのはなんと3割程度だったみたいです。なので幸福になるためにはお金と健康が大事なんだよって、このアンケートから分かりますよね。健康、私の動画で発信している内容です。これからもね、一緒にね、幸福になるために健康に対する動画上げていきますよ。で、私投資家としてね、お金のことも勉強してますので、今後もぜひ私の動画ご覧ください。お金と健康、
ね、これからも発信していきますね。さあ、幸福は分かりましたよ。ベスト2ね、健康とお金、ね、この2つが幸福に関わるんだねってことですよね。じゃあ次、後悔です。人生の後悔、なんとこれアンケートでベスト10、1位から10位まで並べてくださってます。ありがたいです。これを10位から一緒に見ていきたいと思います。後悔していることだそうです。これさえやってしまえばよくないですか。アンケート答えてくださった方々はしたくてもできない状況の方々が答えてくださってます。つまり今は簡単かもしれないけど、将来は簡単じゃないことがたくさんあるんですよね。見ていきましょう。前置き長くなりました。第10位、ね、人生の後悔第10位です。これがお酒を覚えなければよかった、これですね。お酒皆さん飲みますか？私お酒あんま飲まないんですけど、まあ、お付き合い程度でね、飲む程度なんですけど、お酒、これ確かに先ほどの健康とお金どっちも飛んでいきますね。患者様でもいらっしゃいます。お酒がやめられないけど肝臓が悪い、そんな方々いらっしゃいます。確かにこれは人生の後悔につながりそうな気がします。第10位お酒でした。第9位です。第9位がこれが、生まれ変わったら別の仕事をしてみたかった、つまり違う仕事をしてみたかったっていう後悔があるみたいです。どうしても日本って転職に対してマイナスのイメージが強くないですか？転職ってなんか裏切るみたいな感覚根強いかもしれません。私転職経験あるんですけど、転職って裏切りとかじゃないと思います。自分のスキルとかね、能力を上げるために転職はとってもとっても大切な一つの手段なんじゃないかなと思います。日本はなかなか転職っていう文化ないですけど、アメリカとかでは、ね、一生の転職回数平均ですよ、平均で11回っていうデータもあるぐらいです。転職って自分のスキルアップするためには割とポジティブな、ね、いいことなんですよね。で、実際におじいちゃんおばあちゃんたちが後悔してるんですって。他の仕事してみたかったなーって、意外じゃないですか、ね、一つのこと貫けっていう世代なのかなと思いきや、別の仕事してみたかったなーと今後悔してらっしゃるそうです。第9位、別の仕事をついてみたかったってことですね。いや、面白いですよね。なんか意外ですよね。で、次、第8位です。これですね、皆さん腐ってくるかもしれません。日本や世界あちこち回りたかったっていうのが第8位の後悔だそうです。いや、なかなか旅行行けなくないですか？行けてます？仕事が忙しいよとか、連休取りにくいんだよってね、方々多いと思います。すっごく気持ち分かります。でもこれは多分その方々も一緒なんですよね。仕事が忙しかった、で行けなかった、だから人生後悔してるってことなんだそうです。人生の後悔がこれですよ。何か学ぶことがありますよね。年に1回でもいいじゃないですか、ね、2年に1回でもいい。今やね、どこでも行きますよ。交通機関発達してます。どこでも行ける時代です。ぜひ頑張ってお休み取って世界見て回りましょう。旅行行きましょう。第8位、旅行にもっと行けばよかったっていうのが後悔ってことですね。8位でこの内容でした。意外ですね。面白いですね。さあ、どんどん学んでいきましょう。7位です。7位が歯です。歯のケアをしておけばよかったってことだそうです。どうですか、歯来ると思いました？私意外でしたよ。でもね、やっぱね、歯があるうちって歯のありがたみ分かってないんだなって思いました。一応ね、私歯のことは気にしてて、ね、超音波の電動歯ブラシ使ってます。フィリップスの電動歯ブラシ使ってるんですけども、こちらですね。確かに歯大事だなと思うんですけど、そんなに実感ありませんでした。でも人生の後悔に入るぐらい歯って大事なんですね。美味しいものが食べられないってことですかね。ここね、歯大事だそうですよ。皆さん歯のケアしてますか、ね、歯医者さんはね、嫌かもしれないけど定期検診半年に1回ぐらい行ってみてくださいね。で、面白いのがこの6位なんですよ。7位が歯でした。6位何だと思います？これがケチケチしないでもっといいものを食べとけばよかったってことです。いいものをもっと食べておけばよかったっていうのが6位です。やっぱ食べ物なんですね。美味しいものを食べるって本当に幸福なんですね。日本ってどこ行っても美味しいものいっぱいありますよね。でもこれを食べれなくなるっていうのがきっと後悔なんだなと思いました。そしてお金がないからケチケチして安いもの食べちゃうじゃなくて、月に1回でもいい、いいもの、美味しいもの食べてみてください。これが人生の後悔にあるみたいですよ。第6位ですよ。旅行なんかよりもこっちみたいですよ。第6位、いいものをもっと食べておけばよかったっていうのがね、第6位です。後悔第6位、
ぜひ今すぐいいレストラン予約しちゃいましょうね。何食べたいですか？私はお寿司が大好きです。さあ、すいません、次行きましょうね。勉強になりますね、本当にね、勉強になります。ありがたいアンケートですね。次行きますよ。ベスト5来ました。第5位です。第5位が、あの人に会いたかったとか、あの人と話がしたかったってことみたいですよ。人に会いたいってことですよね。皆さん、会いたいと思って会ってます、ね、遠いからとかね、今コロナだから会いにくいってもあると思うんですけど、遠いからとか理由で会わないんじゃないですか。しかもこの方々、ご高齢の方々のアンケートなんですよ。ちょっとね、考えました。本当に感慨深いなと思いました。おそらく会いたくても会えない状態なんじゃないかなと思います。同級生でも、ね、高齢になったらもちろん亡くなる方もいらっしゃるんですよ。そうなると会いたくても会えないじゃないですか。時間とかの問題じゃないです、ね、だから会いたい人がいるんだったら、話したい人がいるんだったら、今話しましょうよ。今電話取って、はい、電話かけてみてくださいよ。そうやって話してみてください。人生の後悔ですよ。これに話せばよかった、会えばよかったっていうのがもうベスト5に入ってきてるわけですから、これは絶対に学ぶべきです。第5位、会いたい、話したい、今すぐ連絡取っちゃいましょう。さあ、ちょっとね、重くなってきましたけど、これはね、人生後悔しないための楽しい話なので、ぜひ皆さんもっと明るい気持ちで、ですね、私も暗くなってしまいました、明るい気持ちで参りましょう。第4位です。これが、子供との時間をもっと取ればよかったってことみたいです。お父さんお母さん、そう思ってくださってるんですね。私はね、ありがたいことにお父さんとお母さんいっぱい時間をね、取ってくれました。父母ですね、夏休みとかね、長期休みには旅行に連れて行ってもらってました。ありがたいなと今考えたら思います。私は夏休みね、でも父は絶対仕事だったと思います。そのね、仕事の合間を縫って休み取って、私を旅行に連れて行ってくれてました。本当にありがとうございます。いや、なんかこれアンケート見て泣きそうになりましたよ、親にね。本当に感謝の気持ち溢れてきました。いや、本当にいつもありがとうございます。で、皆さん、子供との時間取ってますか？子供との、ね、時間、後悔のベスト4ですよ。入っていくみたいです。食べ物よりも子供です、ね、どんなことよりも子供との時間。仕事が忙しいの分かります。子供のために仕事をしてるの分かりますけど、子供とね、今そこにいるなら抱きしめてあげてください。今すぐ大好きだ、愛してる、言ってあげてください。日本人は表現ベタです。今すぐピッてね、抱きしめてあげてください。なんでこんなことするのって言ったらね、竹下が今抱きしめろって言ったからってね、私のせいにしても大丈夫です。今すぐスキンシップ取って、時間取って、少しでもね、時間取ってあげてください。さあ、ここからです。もっとね、あーっと心にしみるものがありました。第3位、親ともっと会話しておけばよかったってことです。どうですか？親と話してますか？皆さん、親ね、口うるさいですよね、わかりますよ。でもね、すごく子供のことを思ってくれてますよ。いつ電話してもね、すごく嬉しそうに電話出てくれます。私の母もね、父もね、何かあったらね、電話くれます。本当にね、いい関係を築けてるのは親のおかげだなと思ってるんですけど、皆さん元気なのは当然だと思ってるかもしれないけど、元気でいてくれるのは本当にありがたいことなんですよね。親との会話がしたい、これが後悔みたいです。多分もう親がいないんですよ、その方々。アンケートに答えてくださった方々、親がいるうちに、元気なうちに、会えなくてもいいじゃないですか。電話があります、一本電話かけてみてください。それだけでね、人生の後悔なくなります。親もきっと喜んでくれます。一本動画止めてもいいですから、電話してみてください、お願いします。さあ、やってきました、第2位ですよね。あと2つです。後悔しないためにあと2つ見ていきましょう。第2位、また来ました、親孝行です。親孝行しておけばよかったなっていう後悔があるみたいです。電話もね、まだできてないのに親孝行までと思うかもしれないけど、電話だって親孝行になりますよね。で、たまにはご飯一緒に食べに行きましょうよ。親と一緒にご飯に行って、旅行に行って、ほら、もう後悔がどんどんなくなってきますね。親っていうのは本当にありがたい存在ですよね。もう尊敬しかしてません。この親孝行、これをしておけばよかったっていうのが第2位なんですって。できるなら今ですね。今でしょ、古いですね、今でしょ。いや、これですね、本当に腐ってきましたね。
親孝行できてるかなって思いました。仕事が忙しいんだよってね、自分にね言い訳してる気がします。親孝行今できるなら今しましょう。これが2位でした。最後第1位です。これねすごくリアルでした。今までなんかね、なんか涙出てくるって感じだったのに、急にリアルなものになります。さあ何でしょう。第1位です。これもっと貯金しておけばよかったってことです。すごいリアルですね。でもお金がなくてね、将来困ることがあるんですね、やっぱりね。私一応資産運用してます。投資家っていう一面があるので資産運用してます。このままいけば順調にいけるかなと思うんですけども、皆さん無駄遣いしてませんか？お金の知識とっても大事ですよ。お金毎日使いますよね。寝てても使えますね。ただ過ごすだけでも部屋代かかります。ご飯代かかります。お金とっても大事です。なのでお金、これね、これがないとね、旅行も行けないし、美味しいもの食べられないし、会いに行くの交通費も払えないとかなっちゃうので、お金は全ての自由のもとのね、全ての土台になります。お金が全てじゃないですけど、お金がないとできないことは増えてきますので、ぜひお金の管理、ここもしていただきたいと思います。でこのお金については、今回紹介した両学長さん、この方の動画さえ見ればおそらくお金に将来困ることはないんじゃないかなと思います。ぜひ URL から YouTube で見てみてください。さあいかがでしたか？今日はねちょっとね長くなりました。記念すべき第10回ということで、皆さんと人生の幸福と後悔、これを見ていきました。勉強になりますね。やっぱりこういうのってなかなか聞けないから、本当教えてくださった方々、まとめてくださったね雑誌の方、本当にありがとうございます。私たちはねまだね元気ですよね。これ見てらっしゃる方、おそらくほぼ元気な方が多いんじゃないかなと思います。このね後悔、まだできてないことがあるんだったら、できること一つからでもいいです。実践していきましょう。幸福もね、健康とお金大事にしていきましょう。そのために私の動画今後も使ってくださいということで、今後もね動画発信していきますので、よろしくお願いします。どうですか？記念すべき第10回楽しんでいただけましたか？これからもねぜひ応援よろしくお願いします。でいつものようにいいね、コメント、質問お待ちしております。今日が人生で一番若い日です。後悔のない幸福な人生を歩みましょう。それでは今日もありがとうございました。竹久でした。